今日はですね、東京ビッグサイトで開催中のコスペックジャパン2016ですね、病院福祉、設備会展でですね、いろんなテクノロジーを使ってロボットなりテクノロジーを使ってですね、介護なりをやると運営していってあります。そしてこれはですね、産業ホームさんのですね、寄り添いロボットなんです。どういう装置かですね、ちょっと説明していただけますか。はい、日常生活の中で転倒された場合に、はい、転倒の衝撃を和らげるもの、はいはいはい、転倒の衝撃、まあはいはい、を和らげるために、はい、転倒一本に絞ってあるんですね。はい、転倒に絞ってます。じゃあベッドその他でですね、はい、自力で立ち上がれないような人の場合にはこれはまたそういう機能はないので、ね、持たせないように機能をスリム化してます。そうですか。それで、現在、まあ、トイレに入ってですね、はい、終わって立ち上がって、はい、そうするとこれが自動的に巻き上がってきます。あ、これがね、自動的に巻き上がった。で、人間転倒が起こるのは、ドアを開けた時にはドアを開けますが、その回転をしてドアを閉めようとした瞬間に転倒が、こんな風に。ああ、そうか、そうか。こういう人間が不安定な状態になった時に、転倒してしまうと、衝撃によって、こういうところに骨を折られたり、この衝撃を和らげる。じゃあ、先ほどのですね、転倒の動作を、もっと早くやってください。じゃあ、転倒しそうになったら、パッとこうね、この引っかかる、その一瞬を撮影したいと思います。転倒する段階でこの引っ張り上げるんですね。これがブレーキが引っ張られる。これは電気を全く使ってないです。あ、使ってない。これを柔らかく引っ張ると指一本で下がる。ところがこれを思いっきり引っ張ると加速度を感知して、これが回転ブレーキで電気を作って、この電気でもってダンパーを電源を送ってブレーキを高めていく。これが強ければ強いのでブレーキ力が高まって、そんなものです。それによって転倒を防ぐというわけですね。そうですね。ただもう一つは圧迫骨折というのがあって、こういう椅子にドスッと座って骨折する場合があります。その場合これブレーキがかかりますから、圧迫骨折になります。これを例えばゆっくり座ると普通に座れます。ブレーキかかりますから、例えばここから転倒するから、これもかからない大きな音がします。しっかりとブレーキがかかる。まあ、こういう機能なんです。これによって皆さんの高齢者の方の4つの指を実現した。1つは夜中のトイレに自分一人で行く。それがある。もう1つ目が、自分の下着は自分で洗って片付けた。そして3つ目がキッチンに少しでもいいから立ってみた。4つ目は家族の団らんにいる、リビングであるとかダイニングテーブルに座りたい。この4つの意味を考えるためにこのレールをその4箇所に通して、このレールがじゃあ全部通信に当てられるんですね。はい、そうです。あ、画面が見えましたか。どういう仕組みになってるの、これ。このレールの何か、これいわゆる家庭レールの。あ、そうですか。はい、で後ろが追従できますから、例えば少しぐらいの横移動は、そうしましたら、室内のですね、はい、行動はもう非常に自由になるということですね。そうですね。それから転倒が体内ではぐらいしか動けませんが、例えば廊下は、まあ、1メーターぐらい、トイレの中もキッチンもそのものですから、それからベッドの自分の位置を、
はい、ダイニングテーブルとソファーも大体同じところに座られますから、ああ、それをどう設置してあげる。こういうですね、自力でね、はい、ベッドから立ち上がれて、はい、トイレにも、はい、トイレにも行けて、しかし転倒が心配だという人口というのはどれくらいですか。すいません、ちょっと把握しません。相当人数登るわけね。相当人数登る、はい、それから問題は何と言っても設置費なんですよ。そうですね、設置費がね、一番ね。だからその点はどうなんですか、はい、このモーターとこのジャケット、ここにセンサーが入りますが、はい、これで大体30万ぐらい上がるんです。でこのレール、例えば寝室からトイレまで、はい、あと20万ぐらいです。20万ぐらい、ですから、まあ、基本50万円ぐらいから、あとはここまでをレールのコースターによって値段が変わるんです。そうですね、はい、そうしますと、介護施設なり病院では、はい、非常に便利ですね、この、ね、このシステムは、ね、あの施設ではこんなふうに階段での転倒が、まあ、階段の転倒が多いからね、はい、うん、これは階段で歩行の練習もして、うん、でそこで大体階段というのは曲がった降りる瞬間が一番危険です。住宅でいうても一番上から転倒されて骨折されるので、うん、こんなふうにブレーキがかかりますから、ああ、もともとのところでそうなんですね。ですから、こんな練習ができます。あ、そうですか。結局、この産業本部さんの、はい、屋内、移動支援機器ですね、はい、の、テレサイ